はい、皆さんこんばんは。ゆっくりヨウムです。フランだよ。さあ、スナイパーライフルを取って、早速その出番がありそうな、急に見晴らしのいいところに来ましたね。はい、そしてゾンビさん1名発見。前とは違って、こっちには全然気づいてないね。それはだいぶ楽です。スニークキルできるとできないでは、難易度が思いっきり変わりますからね。と言いつつなかなか気持ちが固まりません。動きが安定しないな、おっちゃん。いや、まあ、他のゲームだったら、気づかれてもダッシュで間合いを詰めれば、大体倒せるんですがね。これは全くその戦法が使えません。あー怖い怖い。おっちゃん CQC できないもんね。おっちゃんは腕の立つ、ただの人間です。あんな人間やめてる人らと一緒にしないでください。おお、これはいけるか？ほらー。はい、おとなしくしててねー。あ、バレた。もうこれはしまった。しかし一匹だけなら全然大丈夫です。なんか不穏な音が聞こえたけど何？いや、知らない、見えないもん。ピンゲーっと。まあこいつも、ピンを投げてからのスニークキルで仕留めましょうか。あ、やばい、外れた。はぁー。やめろ、首を絞めるな。その無防備な後頭部にボーン。よしよし、結構クリティカルが決まりますね。けど死角はどんどん来るよ。もしかしてこれ無限に湧いてくるとかある？まあいいや、とりあえずこいつは殺しましょう。敵倒すより塔の方に向かったら？あ。脳みそゲーっと、ひ。なんだお前か、嫁だね。めっちゃいいダッシュかけてくるなと思いましたよ。斧持ってるからさらに見分けつきにくくなったしね。そうでしたそうでした。メガネくんいるなら彼を使えばいいじゃないですか。ほらメガネくん行ってこい。あ、ダメだ使えない。やはり彼はひどい頭痛でボロボロのようですね。おうけど後ろから思いっきり殴ったよ。おうやりますねメガネくん。ゾンビの返り血を浴びても気にしない。さすが頭が割れそうになる頭痛の中、冷静にドアのロックを解除するだけありますね。はい、よっこらせっと。おねんねの時間ですよー。ここら辺はゾンビの数こそ多いですが、急には出ないしトロいのが多いので楽です。あぶねー。もうこれも地味に数が多くて鬱陶しい。どうする、解体する、一か八かチャレンジ、ふわー。よーし、解体成功。カーンカーンカーン。すいません、カンコレ知らないです、私。うん、何してんだ、こいつ。Tウォーカー乗ってる人と同じことしてるな。で、メガネがなんか言ってますね。で、やばいやばいやばい。上から撃ってきますよ、あいつ。おっおー。ダメゲーっと。ゴンドラを全滅させれば、塔に入れます。はい、ゴンドラ排除頑張ってね。しかし高いところにありますよね、あれ。パッと見、はしごとかなさそうだし。それこそヨウムのスナイプの見せどころ。うん、あいつはどこダッシュしてんだ？レバー引こうとしてんじゃないの？まずいレバー引かせるか。と思いましたけど関係なさそうですね。おっと危ない。くらえ、斧で敵を倒して斧を拾う。斧ゲーっと。うん、マッチゲーっと。で、残ったレバーが一つ。あのゾンビが引かなかったヒトラップではないと思うんですよね。これは良かったのか？まあ選択肢増えたしいいんじゃないの？まあ悪くはなさそうですね。もう毎日解体失敗してやり直しは面倒なので全て爆破します。そして弾ゲーっと。この矢が一撃死なのかはわかりませんが、思ったより範囲は狭いので、粉砕疲れなければ口出しにはならないでしょう。ただ隙はあまりないので面倒くさいです。メガネは矢に耐性ついてて良かったね。そうですね、彼は当たり判定をかき消してしまいます。しまった、普通に外した。もう弾3発しかないよ。そうなんですよね、このゲーム弾が異常に不足するので無駄打ちは本当にできないんですよ。よし、捉えた。これで串出しされずに進めますので、残っているゴンドラは破壊しましょう。よし、胴体でも一発で死んでよかったです。あれでヘッドショットは私の技術では無理ですからね。で、なんかレバー引いてるね。うん、なんだろ、新しい敵でも出てくるのかな。はい、こうやって敵の攻撃を誘っておいてっと。この後隙ができるので、箱越しにじっくり狙う作戦が安泰ですね。よーし、よく狙ってー。今だ、はい、出来上がり。これで全部のゴンドラ破壊したっぽい。多分そうですね。はい、ゴンドラが爆発する理由はわからないけど、ともかく全滅しました。さあ、いよいよ塔に登りますよー。はぁ？ちょっと何が始まって。ひ、出たー。あ、これはこれはいつぞやの。お前が出てくるのかよ。やばい、ダッシュかけてくるな。地味に足早いんだよこいつ。とりあえずこいつはどうやって倒すの？あれ？落ち着け落ち着け私。あれ？こいつどうやって倒したっけ？昔すぎて覚えてない。まあいいや、とりあえず手榴弾投げちゃおう。これでも食らえ。あ、ダメだこれは死ねる。消えー。とりあえず地面に投げつける。キャッハー。危ねえ。よ
これからどうしよう。後のこと全然考えてなかった。そういえばフラッシュからのスニークキルでダメージ与えてたよね。そう、それだ。それが一番手頃で確実だったはず。よーし、効果的ねん。ほらー。よし、どうだ。一発じゃ死なないでしょ。あ、そっかそっか。ここで追い打ちをかけないと。くっと、当然のようにひるまないのが憎らしい。もう一度これでどや。くらえ。結構。よし、こっからショットガンを頭にぶち込みましょうか。くっと、リロードしてなかった。ダメじゃん、ちゃんと弾は込めないと。しかもフラッシュは振ってしまいました。まあまた作ればいいんですが、果たしてこのスニークキルがいい攻撃方法なのかもわかりませんし、他の攻撃は何かありませんかね。前と違って血が知っとかないしな。そうなんですよ、もう。とりあえず落ち着いて逃げ回ることはできるようになりました。しかし、おっちゃんの息が持たなくなるのも時間の問題です。あ、そこにドラム缶あるよ。そうだそれだ。よし、このデカブツも、ドラムの火で炙れば致命傷でしょう。ほら、行ってこい。あ、やばい、これはミス。あー。別に蹴らなくてよかったのに。そうでした、おっちゃんの身体能力忘れてました。そして再戦です。とりあえず氷漬けにしてみました。そこでのエンボルトボーン。さあ、氷もろとも砕け散れ。であれば復活しねえな。氷も終わったね。てか、マエンボルト消えてない？あれ、コントだ。マジかよ、マエンどこ行った？仕方ない、安定と安心のクラッシュボルトで行きましょう。はい、ここからいつものね。そこにマエンボルトボーン。ほら、行ってこい。これはいいですね。マインボルトは威力が高そうです。あぶねー。あとはもう同じ繰り返し。そうですね、サンダーボルトはこいつには効きませんでしたし、逃げながらボルトを選ぶのが怖い。よっしゃ、見つけた、フラッシュ。ちょ、回らないでください。こっちの息が持ちません。あ、やばい。じゃあ、す、よかった、まだ軽傷で。また最初からやり直しになるところだったね。ほら、地味にここまで来るのに時間かかりましたからね。やり直しは辛いです。はい、ここでマインボルトボーン。まだ死なないの？お？お？お？やったー！やったやった！脚力でデカブツを倒しましたよ。そして何も声をかけずに横切るメガネ。おいこらメガネ、お疲れの一言もねえのか？脳みそゲーっと。うっし、これはおっちゃんをいっぱい改造できそうですね。はい、そして古いエレベーターで上に登ってるところです。あれ、このエレベーターワイヤー回ってる？全然回ってませんね。まあ、こんな古いエレベーター見たことないですけど、ワイヤーは回るんじゃないですか、本来なら。お、脳みそゲーっと。また見晴らしのいいところに来ましたね。もうこれ絶対スナイパーライフル使うじゃん。嫌ですよ、おっちゃんってブレ激しいですから。まあ十分すごい人だとは思うけどね。まるで誰かの操り人形。操り人形の意味がいまいち理解できなかったですが、まあいいでしょう。敵はいなさそうだね、ここ。でもトラップはあるかもしれないです。うわ、びっくりした。あらららら、ギロチンですか？っていうか、まだ生存者がいたんだね。待て、謝るな。あ、ダメだ、これはフラグ、うん、これもうワンコじゃない。うわ、危ねえ。おっちゃんの方が危ないですよ。あ、やばい、メガネ気を失ってる。はぁ、あかん、これ絶対ギロチン持っていこうとしてるやん。ジョセフ、さあ、メガネを助けろ。横にスナイパーの弾が。ということは、絶対これを使えってことですよね。メガネを撃つなよ。あ、そうか、危ない、今全然考えてなかった。だいたいこれぐらい。おお、よかったよかった、だいたいでいったらいい感じになりましたね。大丈夫か？返事がない。大丈夫、ご心配なく。でも時間とともにメガネの戦闘能力が低くなってる気がする。最初優秀でしたからね、彼。おー、結構力持ちですね、メガネくん。そんなサイズの木なら、結構な重さあると思うんですけどね。折れたり落ちないようにそーっと。なぜ助けたんです？はぁ、あれ、怒ってる？もしかしてとうとう。何の真似だ。もう時間の問題なんです。やっぱ自覚あるんですね、彼も。まあ銃向けられるよりマシだわ。ナイス、おっちゃん。バカはやめろ。
ガネくん自身が一番辛いってのもわかるんですけどね。でもメガネくん死んだらドアのロック解除できないよ。なんであなたはそういう考えなんですか。めっちゃ不機嫌そう。いやもう不機嫌とかそういうレベルじゃ。出てたなゾンビ。わざわざエレベーター上がってきたのね。まあパッと見厄介そうなのはいませんし、細い木の柱があるので囲まれる心配はなさそうですね。たまげーっと、それじゃあ今回はこれで終わりますよ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。